オーロラは、ノルウェーのシンガーソングライター兼音楽プロデューサー。本名は、オーロラアークスネス。ジャンルは、エレクトロポップに分類されることが多く、フォークとの関連もしばしば指摘される。主な作品の主題としては、感情や政治、セクシャリティ、死などが挙げられる。生まれは、ローガラン県スタバンゲルで、ホルダラン県の自然豊かな町に育った。音楽を始めたのは6歳の頃で、 友人がアップロードした音源をきっかけとし17歳でデビューした。その後2014年以降2020年現在までデッカより作品を発表しており、自国にとどまらずヨーロッパやアメリカのチャートにランクインしている。その他、アナと雪の女王2のサウンドトラックへの参加、ケミカルブラザーズの作品への客演などでも知られる。影響を受けたアーティストとしては、エンヤやレナード公演、 ボブ・ディランなどが挙げられ、ビリー・アイリッシュはオーロラからの影響を語っている。音楽やファッションは、自国ノルウェーのほか、日本やネイティブアメリカンの文化の影響も受けているという。自らのファンのことは、ウォーリアーや、ビアードと呼ぶ。オーロラが育った街オスの風景オーロラ・アクスネスは1996年6月15日に、ノルウェーのスタバンゲルで、 助産師の母とセールスマンの父の間に三人姉妹の末妹として生まれた。三歳まで住んでいた小さな町の家で自然や歌うこと、長いスカートや帽子などの伝統衣装への好みを育んだ。その後一家はホルダ・ランケンベルゲン近くの辺境の町オスの外れにある海を見下ろす森の中の家に引っ越した。オーロラはこの土地について車はほとんど見かけなくて、 道は狭くてデコボコで、どこに行っても木があって、とっても静かで、インターネットは繋がりにくいと描写し、家については、ノルウェーの民話のようだと述べている。後のインタビューにおいてオーロラは、子供の頃から一人でいるのが好きで、木々や茂みの中でただ座って考えているのが好きだったと10している。オーロラの二人の姉はいつもオーロラのことを心配していて、例えば高校生の頃にはその性格と、 奇妙な服装のせいで他の学生たちからいじめられるのではないか気が気でなかったと後に語っている。オーロラの家族には他に音楽をたしなむ人はいない。自主は電子ピアノを持っていたが、オーロラが6歳の時には弾かなくなっていた。ピアノの音が恋しくなり、屋根裏部屋にそのピアノを探しに行ったオーロラは見つけたピアノの鍵盤を偶然押したことをきっかけに自分で お気に入りのクラシックの曲を弾けることに気づいた。その時のことをオーロラは自分で演奏できるってことには特別な何かがあってその中の感情的な何かで私は演奏し続けたいと思ったんですと10回している。しばらくすると自分でクラシックの曲を作るようになり英語をうまく扱えるようになった9歳の時曲に歌詞をつけるようになった。彼女の最初のオリジナル曲は アイハドアドリームという大の世界がいかに過酷であり得るかを主題としたものだった。同じ時期には、いじめや死を主題とした歌詞も書いていたという。イウェントトゥファーは9歳の時の後にビリー・アイリッシュに影響を与えることになる。ラナウェイを含むいくつかの曲は11歳の時の作品である。また、6歳から16歳の頃はダンスにも取り組んでいたという。オーロラは、もともとは、 プロのミュージシャンになるつもりはなく、医師や物理学者になるつもりだったという。彼女はただ曲を書きたかっただけで、長らくの間自分の曲を家族を含め誰にも聴かせることはなかった。オーロラが自分の曲を初めて披露したのは16歳の時である。中学校最後の日、オーロラは音楽の授業でギターを弾きながら、アイハドアドリームを歌い、それを動画に撮った同級生が、 フェイスブックにアップロードした。同年の12月には両親へのクリスマスプレゼントとして録音したパペットを友人が音楽共有サイトにアップロードした。わずか数時間で2つの歌は数千のアクセスを受けた。そしてその2曲をノルウェーのマネジメント会社が見つけ、2013年の初めにオーロラオフィスに招いた。オーロラは初めノートを持ったと10回している。 しかしその後、母親に自分の音楽を世界にシェアするっていうアイデアについて考えてみなさい。だってきっとどこかの誰かがあなたの音楽をどうしようもなく必要としているから。それはきっといいことのはずだと言われた。そして彼女は一年余りにわたる曲作りに取り組み始め、一年後のノルウェーの音楽フェスティバルにおいて最初の本格的なライブパフォーマンスを行った。 グリーンマンフェスティバル2015でのオーロラ。2013年に17歳でペトローリアウム、レコードよりデビューシングルとなるアウェイキングを発表。翌2014年11月、グラスノートおよびデッカからアンダースターズを2015年4月には EP、ランニングウィズウルブズを発表した。この頃オーロラは自分の音楽を薬のようなもの、特に 多くの戦いを戦う人たちのためのものにしたいと語っている。2015年にはその他、ノーベル平和賞の記念コンサートに出演している。また年末には、ジョン・ルイースのクリスマス CM のために、オアシスのハーフ・ザ・ワールド・アウェイのカバーを録音し、イギリスで評判を呼んだ。翌2016年1月には、スペルマン賞の新人賞及び、グラモ奨学金を授与されている。 2016年3月にはデビューアルバムの All My Demons Greeting Me as a Friend を発表した。オーロラはこのアルバムについて A 面はレコード会社の面で B 面は私の面みたいな感じであると述べている。またこのアルバムの目的はすべての物事の良い面と悪い面を見ようとすることであり、人々に自分自身の内面を見つめ、 自分自身のために時間を費やす価値があると知り、なぜ自分が悲しんでいるかを問い、なぜそういった感情を押しやれないのかを受け入れて欲しかったから、このアルバムをあなた自身の戦士であることについてのものにしたかったのだと語っている。このアルバムに収録されたウォーリアーとコンカラーは2020年現在多くのファンから古典とされている。またアルバムに先立って短編ドキュメンタリー、 Into the Light が公開されている。その後彼女はヨーロッパツアーに乗り出し、前後にはアメリカのテレビ番組にも複数出演した。ブラジルにも公演で訪れており、同性愛をめぐる政治的立場は場所によって非常に劣悪であることに気づかされたと語っている。同年8月にはフェーダーによるドキュメンタリーナッシングイズ is ーナルが公開されている。 2018年3月にフランスのパリにあるクラブで撮影されたオーロラ。オーロラはデビューアルバム発表の翌日、すでに自作に収録されることになる曲を作り始めていたという。2018年の1月、オーロラは南フランスのスタジオ剣社等に入り、1ヶ月かけて新作の録音を行った。プロデュースにはアスクイエル・ソルストラン、ロイカー、ティム・ブランが参加し、 オーロラ自身もプロダクションに関わった。新しいアルバムについてオーロラは、同年5月の YouTube& ロンドンにおいて、前作のストーリーのいくつかを持ち越しているとともに、感情的で、少し政治的で、そして感能性を主題としていると述べた。また9月の L オフィシエルにおいては、自分自身の選手となり、自らの内なるゲーモンと折り合いをつけて、より混った能力を手に入れたリスナーを、 自分には物事を気にかける能力がないという感覚から解き放ち、その能力で他の人のための戦士にもなれるのだと示すことが主題となると語っている。同年5月の時点でオーロラは次の作品は11曲入りのアルバムになると語っていたが、9月に2部構成のアルバムの前半として8曲入りのインフェクション・オブ・ア・ディファレント・カインド・イシュカン・センをサプライズ的に発表した。 この作品についてオーロラはとっても力を与えるものであり、多くの曲は人々が自分自身のために選び取ったり、復讐のために戻ってきたりすることについてであると語っている。オーロラ自身はタイトルソングをこれまでで最も重要な曲と位置づけているが、最も話題を呼んだのはクイーンダムである。このクインダムのミュージックビデオについてのインタビューでは、 ゲイコミュニティへの共感を語っており、内政的な前作に比べより、外向きな作風になったことは、初めてのツアーにおいて、ファンとの間で行った交流に起因するとも述べている。2019年6月には、前作のフォローアップである、Different Kind of Human、別の種類の人間が発表された。リフはこの作品について、人生を向上させるよう内的に促すものであった。 ステップ1に対し、世界の変革を後押しするものであると評した。オーロラ自身によると、この作品は、より深く私たちの内的な過程について扱ったものであり、また自身の感情の触れ幅の大きさが反映されており、そして口実するように、その感情には変革への備えであるような怒りが含まれているのだという。そのような変革の対象の一つである自然は、 この作品の主要な主題に含まれている。また、同時期のザ・ミュージックにおいてオーロラは、自身が以前よりもはっきりと政治的になっていると述べている。この間、2018年12月には、ドキュメンタリー、オーロラ私の歌を探してが公開されている。また、2019年4月に発表された、ケミカル・ブラザーズのノージオグラフィーには3曲提供し、自らボーカルも担当している。 その他、子供向けのアンソロジー番組、世にも、おぞましい物語でナレーターを務めたり、実写版、ダンボの予告編で、ベイビーマインを歌うなど、活動を多様化させてる。2019年11月に、初のアジアツアーを実施。同月には、オーロラが、バックボーカルを務めた、イントゥージアンノーンを収録する、アナと雪の女王にの、サウンドトラックが発表され、 翌2020年2月の第92回アカデミー賞受賞式においてイディナ・メンゼルと共に同曲を披露した。同曲は第63回グラミー賞の最優秀ビジュアルメディア向けソングライティング部門にノミネートされている。また、マーク・ミュンデン監督の映画ザ・シークレット・ガーデンには同名の主題歌をアニメーション映画ウルフ・ウォーカーには挿入歌を提供している。 2021年頃には、ラナウェイのリミックス音源の公開に合わせ、TikTok に動画を投稿したところ話題を呼び、同曲にてオーロラは、自身初となる、全英シングルチャートトップ30入りを果たした。ジャンルは、エレクトロポップに分類されることが多いほか、フォークとの関連もしばしば指摘される。ファーストアルバムについて、ペースとは、ほとんどの曲の旋律や構造はフォークを土台としており、 それをエレクトロニックな感触が装飾していると述べ、バイスは参加的なポップソングとフォーク的な素材の曲が含まれており、両者がブレンドされていると評した。CR ファッションブックは、逃避感のある、巧妙にプロデュースされた、ポップスであると記述している。神秘的に冷たく透き通り高く純粋に響き渡る、ボーカルは、天衣無縫であるとも、穏やかな信念が染み込んでいるともされ、 そのテクニックやハーモニーは、ポップミュージックとしては異例なほどに多様である。シンセサイザーとドラム、キーボードのメロディーを特徴とするサウンドは、ポップかつダーク、エレクトロニックかつオーケストラルであると評される。ニューヨークタイムズは、ケルト音楽やアジア音楽を想起させるとしており、ステップ2においては、民族的な打楽器も用いられている。歌詞については、 ペーストが哀愁を帯びたロマンティシズムと評したほか、口述するように怒りなどの感情を表すものや、政治やセクシャリティ、死を主題とするものが多い。音楽と政治との関係については次のように語っている。みんな、特にポップミュージックにおいては、政治的であることをとても怖がっています。だからこそ私は、良質かつ知的で、感情的なポップミュージックを、 ちゃんとみんなに届いて何か大切なことを伝えてくれて、そして自分たちが本当は気にしていない、撮るに足らないあれや、これや、以外の何かを思い出させてくれるような、そういうポップミュージックを作りたいんです。自らの曲については、自分自身の経験というよりも、世界の経験についての物語であるとも語っている。また、母語である、ノルウェー語ではなく英語で歌詞を書く理由は、 自分の言葉を伝える先をノルウェー語を理解する人だけに止めたくなかったからだと述べている。なお、ホーガトゥーンラブにおいては、セカンドコーラスにオリジナル言語を使用しており、それはオーロラの感情を反映したものであるという。その他、ザ・インディペンデントは暗い女性,性と陽気な性格とオーロラを紹介し、ザ・ライン・オブ・ベスト・フィットはオーロラのプロデューサーとしての能力を高く評価している。 公演ディラン幼少時は、レナード公演、ボブディラン、演や、後に客演することになる、ケミカルブラザーズを聴いていたほか、3歳の頃には、タイタニックの主題歌であるセリーヌ・ディオンの、マイハート・ウィル・ゴーオンを歌っていたという。2014年のインタビューでは、ディランと公演を、自身のヒーローとして挙げている。2019年のインタビューにおいては、ラジオもテレビもないところで育ったため、 ビヨンセを知ったのも6年前であると語っている。グリーグ・オーロラは他のことをしている時は雑音になるため、あまり音楽を聞くのは好きではないが、より雑音のひどい鉄道や空港においては音楽を好んで聞くという。2018年のインタビューにおいては、エミヤとアンダーワールドと公演を2019年のインタビューにおいては、エンヤ、ケミカルブラザーズ、 公演及びヘビーメタルをもっぱら聞く音楽として挙げている。また、同時期の別のインタビューにおいては、エミアだけが好きなアーティストであると述べている。ヘビーメタルについては、自身にとってプリミティブであり、その外交性や、三実性、複雑性と本能性、ジャズにも通じるパーカッシブな部分が好きであると語っている。クラシック音楽への思考もあり、 エドバルド・グリーグの朝の気分を好きな曲として挙げている。レビューにおいては、ディランや公園からの影響が指摘され、その他、ビョークやリッキーリーといった北欧の歌手、オブ・モンスターズ・アンド・メンやシーア、ロードといった、ホーク・ポップの巨人、あるいはフローレンス・ウェルチとも比較されている。アイリッシュ初期に、オーロラについて言及したアーティストとしては、ケイティ・ペリーとジェイデン・スミスが挙げられる。 また前述の通り、ビリー・アイリッシュは、音楽を始めた時に、オーロラの、ラナウェイに影響を受けたと発言している。カバーしたことのあるアーティストとしては、デビット・ボーイ、コーエン、オアシスなどが挙げられる。また、インボトルズでは、ケルシュとコラボレートしている。法日時のインタビューにおいてコラボレートしてみたい。日本のアーティストを問われた際には、日向坂46と水曜日のカンパネラを、 あげている。オーロラは怒りや悲しみを含んだ感情の表現に対して肯定的である。エル・オフィシエルにおいては怒りについて私の体の内側には新しいエネルギーがあって、それを私は怒りと勘違いしてしまいそうです。それは怒りとは違いますが同じような輝きを持っていて、それは私を目覚めさせ私に警告してくれる何かなんです。 と述べているその後、NME において、自らの作品の中にある怒りについて問われた際には、それは、とても特殊な種類の怒りであると答え、続けて、次のように述べている。それは、善と無に同時に向けられるような種類の怒りでは、ありません。それは、とても明らかで、あなたが変えたいと思う物事に、環境やこの地球上や政治に向けられるものです。それは、 むしろ、あなたが目覚め続け、目指し続け、そして何か重要なことのために力を使えるようになる、そうさせるための日のようなものなんです。例えば、ザシードは、環境についての怒りを表現しているという。リフは、オーロラの歌について人類が、地球上に残してきたものを守ることについて、思い出させてくれるものであると評しており、オーロラ自身は、ビルボードジャパンにおいて、 環境問題への関心を表明し、それは全ての人に関わる持続的で感情的かつ政治的なものであると述べている。また、今が団結して行動を起こすためには最適の時であるとの考えを述べ、NME では、もろもろの問題の答えは言われているよりも単純であり、自分たちの世代においては人々が互いにバラバラになってしまっていると感じていたが、今では、 それぞれの力をつなぎ合わせれば大きな力になることを知っていると語った。その他、動物虐待や女性に対する暴力、人種差別といった問題にも関心を払っているという。前述の通りオーロラは、ブラジル訪問後に、同性愛をめぐる政治的立場は場所によって非常に劣悪であることに気づかされたと語り、2018年に次の作品の主題の一つとして、 政治性と感能性を上げている。同じ時期、クイーンダムのミュージックビデオについてのインタビューでは次のように語っている。私の女王国ではあらゆる種類の愛が受容されられ許容されていることを明らかにしたかったんです。キスすることはあなたができることの中で最も脆く美しいことの一つだと私は考えています。それから私はキスをダンサーの一人に とっても綺麗な人にしています。これは私からファンへの小さなメッセージのようなもので、なぜなら私のファンのとても多くがゲイコミュニティから来ているからです。彼女らや彼らが進む道にはいろんな障害があることを知っているので、そのことを考えると私は落ち着いていられませんし、怒りを覚えずにはいられないんです。ザインディペンデントにおいては自分は女性なので、 フェミニストであるが、同性愛は、自分の曲に対して、フェミニズム以上に、大きな触発を与えたと述べている。このインタビューでは、今自分には、男性的なボーイフレンドがいるが、以前はガールフレンドがいたこともあるとも語り、以下のように続けている。私はそこにあるものを享受し、そして探求したいんです。自分の周りの全てを愛しましょう。それだけで、あなたは、 自分自身を愛しているんです。その後、ゲイタイムズにおいては、自らが LGBTQ コミュニティの一員であることを肯定するとともに、他人が自分を定義したりカテゴライズすることは、構わないが、自分で自分を定義する必要があるとは思わないと、述べている。また、神話時代のようなあるが、ママの愛や性における快楽の教授を商用し、 マイプマガジンにおいては、ジェンダーや種族を超えた尊敬や、愛の重要性についても語っている。また2021年に発表した、キュアフォーミーは、同性愛者に対する転向療法について、私への治療はいらないと訴えるものである。詩は、オーロラの作品において、しばしば取り上げられる主題であり、CR ファッションブックにおいてオーロラは、今後のアルバムにおいてこの主題について、 さらに掘り下げたいと述べている。また、彼女は死を恐れることに否定的であり、死について考えると心が安らぐ、あるいは正気になれるとも語っている。オーロラは、自分の曲のいくつかが持つ暗さは、ノルウェーの気候や文化の暗さ、ノルウェー人の内向性に由来していると述べている。オーロラのスタイルは、日本の伝統的なファッションや美学からも影響を受けている。 2019年のアジアツアーにおける訪日時のインタビューでは、ジブリ映画や村上春樹といった日本文化が好きで、神秘的なものへの信仰やもったいない文化などの国民性を尊敬しており、日本語の勉強もしていると語っている。また、着物が好きで、ヘアスタイルやファッションはアニメを含む日本文化からインスピレーションを受けているという。ネイティブアメリカンの音楽は幼少時より好きで、 ネイティブアメリカンにずっと憧れているとも語っている。例えば、ザシードはネイティブアメリカンの文化に触発された曲である。また、インドのメディアにおけるインタビューによると、インドの伝統音楽の歌唱方法にも触発されているという。英語圏の作品については、8歳の頃から愛読しているハリー・ポッターに加え、スター・ウォーズのファンであることが公然となっている。前日の通り、 初めてのツアーにおけるファンとの交流が作品がより外交的になるきっかけとなったと述べている。オーロラは自分のファンのことをウォーリアーやウィアードと呼ぶが名付けることによってファンが自分に属するかのように扱うことには否定的である。両者のつながりはファンが自発的に作り上げていった互いに必要とし合う双方向の関係であり、オーロラはその関係について 魔法のようで愛すべきものであると語っている。コンサートについては2014年のインタビューにおいて、初めはステージに立つのが怖かったが、今では毎回コンサートが待ち遠しく、ファンに最高の体験をしてもらうことだけを考えていると語っている。シングルは省略する。また、現代のリンク先は原則として英語版ウィキペディアである。ありがとうございます。